新司法試験合格者インタビュープログラム。2009年10月4日、千葉大学大学院専門法務研究科の修了生で今年の司法試験を合格した方々をお祝いする会が開かれました。このプログラムはその際合格者の皆さんにインタビューした音声を質問項目ごとに取りまとめて5分程度の番組として構成したものです。第1回の質問は、誰に最初に合格を知らせたかです。知らせを受けた相手の方の反応も合わせて質問しています。まず最初に、誰に最初に合格を知らせたかですか？はい、私は今までずっと支えてもらった両親に一番に連絡をしました。うんうん、それはもう前々から決めてます。はい、いや、その時の単純な規模、衝動で、はいはいはい、どうでした？ご反応は。喜んでました。あ、はい、ただ、うん、実は私が掲示板に見に行くよりも先に母がネットで確認していて、知っていたけど、間違っているかもしれないってパニックになっていて、それでやっぱり掲示板にちゃんと番号があったことを連絡して、はいはい、喜びを分かち合いました。それは良かったですね。じゃあまずあの誰に最初に合格を知らせました？母親です。それはあの初めから決めてました？はい、インターネットで、見て、家に母親がいたので、すぐ報告するからって言って見たので、自然に。どういうこと？インターネットから、インターネットで見て掲示板を見に行ったということ？母親が見に行きたいって言ったんで、一緒に行きました。すぐ。じゃあもうまさに掲示板で見た時には親子一緒だったんで。はい、そうです。そうですか。じゃあ、お母様のご反応は、自分が喜んでて分かんなかった？いや、見てました。すごい喜んでました。そうですか。感動してました。でも掲示板の前まで行ったんだ。はい。それはまず第一に、誰に最初に合格を知らせたかはい、親に知らせました。うん、どちら、はい、両親ともに、はい、電話。そうですね、ちょうど母親と父親が同じところにいまして、はいはいはい、で電話で知らせて、はい、はい、それも決めてました、親に。そうですね、はい、うん、でどうでした？車の運転が危ういぐらい喜んでいただきまして、車で運転して病院に行ってたらしいんですけど、はい、その時に手を離してしまったらしくて、バンザイ。なるほどね。そうですね、はい、まず誰に最初に合格を知らせたの？あ、両親です。母親ですね。うん、それは決めてた？あ、いえ。それはたまたま家に電話した？はい、電話して出たのが母親だったので。どうでした、反応は？あ、喜んでましたよ、うん、はい、やっぱ心配してたので、はい。誰に最初に合格を知らせたか？一番最初はお姉ちゃんに。あ、お知らせしました。はいはいはい、はい、お姉ちゃんが一番もう支えてくれて励ましてくれて。もうじゃあ初めから決めてた？そう、決めてました。はい。どうでした、ご反応は？え、なんでって信じてなかったってなんで受かったのって言われました。いやまあでもそれは喜びの裏返しなんですよね。はい、まず、はい、誰に最初に合格を知らせました？うん、親ですね。それは前々から決めてました？いや、親に最初に連絡しろって言われました。あ、言われた。はい。ご反応はいかがでした？いや、すごいちょっと応援してもらってたんで、うん、すごい喜んでもらいました。うん、そうですか。それはよかった、はい、よかった。今回のプログラムは以上です。次回第2回は、学部と大学院とで勉強はどう違うか、あるいは同じかという質問の回答をお届けします。